て初めて、うん、その合宿そうだよしてみようかなと思っております。まあ、合宿といってもですね、はい、まあ、緩い旅でございます。いや、あの絆をね、深めちゃおうかなって。あら絆、絆ですぞちょっとね、もうはいもうちょっとね、この状態をお送りしておりますけれどもですね、そうなんですよ、今から山梨に行っていろんな企画をやるとともに、はい、まあ、フェイキーのメンバー、そしてスタッフさんとともにですね、はい、絆をちょっと重ねていこうかなと意気込みなんかは皆さんと仲良くなりますようにということはですね、今の段階ではまだ仲良くないということですね皆さん。マジかこれですね、メンバーもよこちらもまだ仲良くない。コロナの、ね、対策と安全面はですね、バッチリ対策しながらやっていきますので、はい、ご安心していただきたいと思います。皆さんもですね、私たちと一緒にプチ旅行に行ってる気分になっていただけたら嬉しい。珍しい2人だよ ね、 そうだね、なんですけど、ちょっとこの2人はフェイキーの中でもいつも特にあの中身のない意味のない会話をねずっとこのテンションでできる2人だから、あっちは逆にさ、滝美香子にいるのよ。そうだね、絶対すごいじゃん、いろんな話してるんだろうしね。そう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 、はい、もう後ろはパーティーっぽいんですけど、もうね、始まってる、もう始まってる、パーティー全然始まってる。I'm waiting。 あー、なるほど。いつかまたあなたと close over、 心の奥に貫くのは信じて私とは温かなのに思い出すみない。すいません、あの真似ですか、私の。あ、違います。あ、違いますか。シュ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 、国の名前シュシュ、日本シュシュ、アメリカシュシュ、台湾シュシュ、アフリカシュシュ、中国シュシュ。山梨に向かう途中ですね、はい、サービスエリアにやってまいりました。はい、まあね、旅と言ったら途中のサービスエリアが一番楽しいんじゃないかって。間違いない、ね、一番楽しい、ね、一番楽しいですから、なんかここである企画をなんかやるみたいな感じでちょっと伺っておりますけど、はい、なんだろう。え、あ、え、あれ、ヒナの赤手紙だよ。ほら、え、赤手紙、こう、なに、本当に何も知らないやつ。全然知らないね、うん、これ開けていいんですか。開けないでどうすんねん。間違いない。どうすんの、捨てんのか。この旅では、あるポイントでミッションカードが渡されます。ほうほうほう。その内容に沿って様々なことにチャレンジしていただきます。なるほど。どんな内容かは、もらってからのお楽しみ。なるほど。で、今回のミッションは、ワンコインチャレンジ。よいしょー。いや、わかんないけど、わかんないけど、とりあえず盛り上がってきましたけど。制限時間5分以内に、ワンコイン500円で、映えなもの。映え？映えなもの。映え？かっこ食べ物、お土産などをサービスエリアで購入して写真も撮ってもらいます。なるほど。誰が一番素敵な写真を撮れるかを競います。なるほど。制限時間を超えた場合は、その時点で失格となります。5分？ 5 分。え？5分絶対無理だ。5分、5分無理だぜ。ジャッジはフェイキーマネージャーがしてくれるということで、健闘を祈るって書いてあります。健闘を祈る、ちょっとムカつきますね。なんかね、ワンコインで映えなもの、5分でしょ。お土産なんでもいい、食べ物でもなんでもいい。あ、なんでもいい。写真で競われるってこと、写った時に映えってこと。あの食べ物も写真もトータル評価なんで。なるほど、なるほど。じゃあ写真も撮んなきゃいけないか、はい、でちゃんと写真も映えなものを撮ってください。時間、これ一人ずつですか。一気にバーンって言ってもらって。あ、なるほど。で、あの5人分ってことだ、はいはい、5分以内に写真も撮らなきゃいけない。そうです。なんで5分以内にここに戻ってきてもらって。はい、移動、移動、移動、カラーも、ちょっとストレッチだけさせてもらっていいですか。いける、欲しい。5分です。いける？7。
移動距離考えて6分で終わり。8! じゃあ10で。10! めっちゃ、待って待って、めっちゃ優しくなっちゃってないですか。それでは10分いきます。え、そうなんだ。スタート。え、はい、結構3分、残り3分4秒で到着しました。私は信玄サンデーを買ってきました。ここに有名らしいんで、信玄餅が。で、500円ちょうど、税込み500円。やばくないですか。すごい。何か、はい、ビルが、残り1分28秒で到着します。私が買ってきたのはローマンカシーひな。おひなが残り1分9秒で到着。ひな1分5秒で到着。私は卵買ってきました。私はちょっと写真も撮ったから空いてるんですけど、ひよこちゃんを買いました。さっき残り18秒で到着。おギリギリ。さっきは何ですか。これとガチャガチャのスーベニール。これは何なんだ。これは何なの。これは何。これは芋フライです。芋フライとガチャガチャ。というわけで10分以内でみんな帰ってこれました。イエーイ。さっき残り18秒。え、すごいよね。やばいよね。ギリギリです。はい、というわけでみんなね、写真を見せたいと思います。じゃあ、はい、一番最初についてみかこさんから。はい、このパーキングエリアで買ったという思い出も含め、お背景をパーキングエリアにして撮ってもらいました。撮りました。お、あ、結構かわいいね。かわいい。結構映えですね、これは。良きですね。はい、続きまして、じゃあパングが次に着いたので私はですね、トウモロコシ買ってきたんですけど、これ生でも食べれるのよ。すごくない？すごい。だからなんか食べれるなって思ったし、車の中で、あと夜ご飯の時に茹でてもいいなみたいな感じで思って、で名前がね超可愛かったから、それが映えかなと思いまして、こちらでございます。あまあま姫。やだー。可愛いよね。可愛いでしょ。甘い姫だからね。もうほんと向いちゃうぞって言われてやってまいりました。はい、続きまして、誰だったっけ。アキナとヒナ同時だった。アキナ、アキナ、アキヒナかな。お、はい、私はこの子を取りました。じゃーん。おひよ、ひよこです。おひな様がおひよ様。そうです。ちょっとこのひよこのおまんじゅうが一番、ちょっとね、ミカコと被ってるよね。そうなんですよね。そうなんだよ。そうなんだよ。ちょっと私もこっちバック、あのパーキングバックでね撮っちゃったんですけど、まあ、これが普通に好きっていうのもあるし、ひよこ可愛いかなと思ってひよこに来ました。はい、画像はね、やばいやばいやばい。アキナのやばい。アキナのやばい。マジでやばい。アキナのこちらです。マジでやばい。なんかね、この子が悪いんじゃない。うん、あのね、これなんかね、持ちいいなと思って、これをこうやって、とりあえず理由がないです。これもこれ理由がない。ただただ買ってきた。可愛いね。うん。でもね、私もご飯をちょっと考えてて、明日の朝ご飯にいいなと思ってちょっと買ってみました。はい、次先です。ガチャガチャのやつ撮りまして。なるほど。そう、なんか今日は富士山見えないからさ。どれやったの。こっち、こっちか。鍵に入れるようにずっと、富士山根付け。根付けって何。根付けって何。お守り的な感じかな。あ、かもしれないね。と、なんかやっぱこういう初めてじゃん、5人でやるから、キーチェーンで自分の鍵入れたいなと思って。なるほど。そう、ね、これずっと覚えれるようにと、お腹が減ったからこれ買いました。何。芋を揚げたやつ。あ、ゆで、美味しそう。美味しそうです。良きですね。いいですね。はい、というわけで出揃いましたけど、え、決めれます。これ決めましょう。1位とかあります。じゃあ、第4位から発表しましょう。4位から発表していただきましょう。第4位。ブルッてーん。アキナ。おー、すごい。待て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 、マジかよ。マジかよ。そんな映えてないやついんのか。マジか。結構やばかったよ、お前の写真。
それでは第3位の発表していただきましょう。第3位はプルッテンリル、おめでとうございます。やばいぞこれ、まあね、やばいやばいやばい、もう分かってる。バランスを取る女としてね有名でございます、ね、ありがとうございます。というわけでじゃあ第2位の発表です。第2位はプルッテンミカコ。おめでとう。いやでも私分からん、これは。これは分かんないね。これ分かんない、分かんない。それでは栄えある第1位を発表していただきましょう。第1位はデン、ひな。よかったね。なるほど、なるほど。分からん分からん分からん、やっぱりこれは分からん。開けて出しましたもんね。開けてサービスエリアの雰囲気も入ってるし、ちょっとひよこの可愛さも入ってるし、ちょっと待って、入ってるよ。サービスエリアっぽいだし。さあ5位の発表です。おい誰だろうな、誰だろう、おい誰だろうな、足のさ5位は全然わかんない、これわかんないもん。誰だろうな。5位はカキ。カキはおめでとう、おめでとう、おめでとう。カキ嬉しいです。本当に人生の中でずっとここまで来れるように頑張ります。ね、本当だよね。そう、ファイアル第5位。そうそう、頑張って。はい、5位の理由は天気。なんで5位だったんでしょうか。まあ分かるけど、大きくは写真がまあちょっと、そうですね、ガチャポンのあれがね、どこでも撮れちゃうかなっていうところ。これ映ってないんですか。これこっちの方が映えなんですよ、多分、うん、これとかで自撮りしてくりゃよかったじゃん。そう、そう、最初はね、食べたかったんだけど、もう時間なくて、人もいたし、マスク取れなかったから、あー、なるほど ね、 ね。ちょっと待ってください。これが、あと5回、4回あるって感じか。そうでしょ。だってミッションがさ、あと4回あるわけ。マジか。この感じのミッションが。あれじゃない、もう思い出作りよ。そう、まあ、そうよね、ただの思い出作りでちょっと汗ばむぐらい走らされたから、ね、めっちゃ焦った本当に。焦らされたんだよね、思い出作り。楽しかったから ね、 楽しかった。後でみんなで美味しくいただきたいと思います。というわけでワンコインチャレンジでした。続きましてスーパーに到着しました。イエーイ。夜ご飯、はい、うん、まあさ、みんなで集まって合宿といえば、うん、カレーじゃないかと。うわ、なんで、カレーを作るんですよ。夜、それのお買い物、夜ご飯のお買い物と、うん、明日の朝ご飯の、ね、はいはい、をしたいと思うんですけれども、やっぱね、5人もいますから、うん、なんかね、5人もいらないわけよ。飯作るときに。ちょっと邪魔になっちゃうよね。邪魔だしね、ちょっと危ない気がするのよね。そうだね。刃物も使うし、火も使う。そうだね。1人ぐらい怪我しちゃうと思うので、うん、はい、2チームに分かれたいと思います。はい、こちら3人、チームジャパニーズでーす。私たちが夜ご飯を担当しまーす。お願いします。でですね、はい、こっち、チーム、海外チームユニバース。うわうわそうそうそう、そういうこと。そういうこと、そういうこと。Thank you. This is universe. And I thank you. ちょっとね、二人ともね、背が足りなくて出れないんですけど。残念だ。そこなんですよね。残念ですよ。この二人にはですね、うん、朝ごはんを担当していただきたいと。はい、だからね、夜は和食っていうかさ、日本のご飯って感じで、はい、朝は二人がね、ガチの映画の朝ごはんに考えてます。いいですね。ちょっとちゃんとしたいと思います。そうそう、ちゃんと頑張りますので。外国ブレックファーストですね。イエーイ。フレンチ風になるのかアメリカンスタイルになるのかちょっとね、確かにいいバランス取ります。あー、なるほどなるほど。確かに楽しみ、楽しみですね。見てください、皆さん、緑がすごい。今は結構奥まったところに、まあ、あいにくの雨。ないない超いいじゃん。ラビット、シュッシュ、パンダ、シュッシュ、ドッグ、シュッシュ、エレファント、シュッシュ、キャット、シュッシュ、マウス、シュッシュ。扉の向こうに、シュッシュ。ちょっと待って、エモい、めっちゃいいね。さあ、着いたんじゃない？着いた！ということで着きました。
楽しんでいきましょうね。It's our house. It's our house. ごめん、めっちゃ言ってます。It's our house. Fakey house. It's fakey house time. あれ、きっかけの名前ってフェイキーハウスって可愛くない？可愛い。じゃあ、バイバイ。バイバイバイ。というわけで宿にやってまいりましたので、早速夜ご飯作っていきたいと思います。どうも皆さん、はじめまして、チーム夜ご飯です。じゃあお願いいたします。今日は先生、何を作られるんでしょうか？今日はカレーを作ろうと思います。カレーということで、やだ、ね、作ったことない方がほとんどなんじゃないかなって難しい。カレーってわかりますか？はい。ああ、よかった。まあ、生徒の皆さんね、来てらっしゃいますから、もうですね、よろしくお願いいたします。というわけで、いいんですか？普通に作り始めちゃって。作ろうか。いいの？もう作って。いいんですか？おう。あ、いいんですか？あ、じゃあ作ろうか。その前に。あれ、また？え？ここ？ここで？ここ？おー、はい、また？ありがとうございます。あ、ミカコだ。ミカコさんに。じゃあ、大丈夫、開けていいんですか？あの下り。開けていいんですか？大丈夫ですか？これとも。え、何が入ってるの？手紙かな？そりゃそうだ。手紙だ！読みますよ。はい、どうぞ。はい。制限時間1時間以内にカレーを完成させてください。おー、途中になってしまった場合は、そのまま食べていただきます。え、頑張れ。マジ？うん、それの？それの？おい。ヒントあるよ。役割分担重要ですよ、と。健闘を祈る。毎回さ、健闘を祈る、ちょっとイラッとするの。私もです。ちょっと腹立ちます。先生、そうよね。そうよね。ちょっとやっぱね、こっち側はね、ちょっとね。まあ、祈っていただけるのであれば。まあね、それだけでね。1時間 !1 時間って結構短い気分。なんか今日さ、あれじゃない？厳しい。時間シビアだね。厳しいよね。5分だったし。あ、でもさっき10分になったから。あ、どうです？1時間半。半。増やします。1時間半。半。1時間。1時間。おぉ、結構攻めの姿勢。結構攻めがすごいのよね。じゃあ頑張ってみようよ。やってみる。やりましょう。手際よくやりましょう、じゃあ。1時間だけしかないから、アキナとタキはヘルプカード使っていいよ。あ、いいんですか？いいよ。お助けますよ。ありがとう。なんかあれば言ってください。それでは早速作っていきたいと思いまーす。お米やらない。じゃあお米炊く。あ、じゃあお米やる。ほんと？あ、お米担当？いや、あんたお米やんな。なんかすごいお米やりたかった。お米食べて、お米食べて。米が食べたそうだね、そうだね。炊飯器らしいの。で、うちらは野菜切ろうか。野菜切ろう。切ろう。みんなチームワークな。はい。じゃあ、まな板とか出しとけばよかった。間違いない。これさ、無言になるね。無言になっちゃうよね。うん。ウッドのパッキングはさ、それが。気持ちいいよね。いい感じ。いい感じ。めっちゃいい感じ。いいじゃん。美味しそう。パーティーしようよ、みんなで、今日は。じゃあ肉ちょっと揉むわ。でもね、この作業がマジで大事なんですよ。本当に。なんか今日は1時間っていうこのタイムリミットあるじゃないですか。うん、けど普通だったら私カレー作るときは割とこの玉ねぎをもう薄く切って、ああいいね。そうで、もうあの何？飴色になるまで炒める。あ、いいね、いいね、いいね。けど時間がない、そんなことやってられないから今日は。うん。結構ね。ちゃんと普通にガンガンある。やっとですよ、やっとグツグツし始めたので。ここからです。さきちゃん朝ごはんチームなのにお手伝いしてくれてる。そう、でも意外とね、私アガール好きなの。いや、好きなんだ。そう、本当に好き。あ、いや、普通に音聞いて、音聞いて。いや、普通に、あれ、音で、音で。ちゃんと、うぅぅぅ。面白い。あちょっと待って、面白い。これが好き。てかさ、もういいと思うよ。音聞いてね。聞こえないもう。今の聞こえない。
ね、先カメラ。カメラ。でも先だったかもしれない。違う。先のなんかビデオグラフィー感。あら。手首なんですよ。手首？です。おい、かわいい。やばい、長いもの食べちゃう。よいしょ。よいしょ、普通に。ついにカレールを投入します。嬉しいでございますね。待ちわびていました、この瞬間を。オーマイガー、めっちゃいい。出まーす。カレーの匂いがしてきた。こういうことだよね。多分昔のカレーって。すごーい。バターコーンと合います。甘い。めっちゃいい匂い。明日のお昼ご飯？そう。美味しい。美味しいご飯になる。美味しいご飯になる。美味しそう。そう。というわけで完成。イエーイ。すごいね。めっちゃやばいね。やばいよ。めっちゃ作ったね。お腹の減り方が半端ない。本当だね。こちらカレーでございます。カレー。美味しそう。美味しそう。わあ。でこれ無限ピーマンでございます。で、これは、エビのコチュジャン漬け。美味しそう。韓国風サラダ。美味しそう。で、白滝のたらこソース。おー。で、長芋の短冊です。ありがとうございます。なんかね、いつの間に居酒屋メニューみたいになっちゃった。わー、というわけで、楽しみ。醍醐味ですよ、カレーは。やばいね。はい、皆様、スプーンを持って。はい。はい。ファーストバイトはちゃんとね、みんなでいきましょう。はい、オッケーね。お手手のシワとシワを合わせて幸せ。いただきます。いただきます。ちょっと、ファーストバイト乾杯しようぜ。そうだね。美味しそう。あ、どうしよう。あ、やばいやばい、やっと食べた。楽しみ感がやばいな。いきますか。やばい。はい。みんな。なんだ。乾杯カレー。いただきます。うん。うまっ。辛さちょうどいいね。ちょうどいい。めちゃくちゃちょうどいい。うん。おいしい。あ、これもう一緒に食べていいですか。おいしい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃおいしい。うまらんやつ、これは。あ、結構マジでおいしい。うん。ちゃんとうまい。そしてなんか、野菜もゴロゴロでいいっすね。うん。なんでこんな人に料理あるの。はい、元気出しました。元気きた。辛いカレー結構。元気きた。美味しい。辛い。うん。辛いの苦手。え、辛いの苦手今そんな辛くないの。本当、ずっと韓国辛くない。え、待って、結構辛いよ。ちょっとおかしいもん、様子が。え、おかしくない。嘘。え、おかしくない。私が辛いの苦手なのか。辛い。辛い。まあ、若干辛いは辛いけど。え、嘘だって。絶対嘘。本当に。ひなひな、変な空気だよ。もうこれ楽しくカレー食べようよ。変な空気だから。本当に。いや、こっち食べてほしい、この。え、辛くない。え、え、待って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 。何が起きてる。辛くなかった。ちょっと考えたら色ちょっと違くね。
もう辛い。辛いよね。うん。色ちょっと違う。というわけで、ドッキリ大失敗ありがとうございます。ドッキリですか？ありがとうございます。え、待って、辛いよね。ドッキリ大失敗です。ちょっとえ、これドッキリ？ひなのカレーだけめっちゃ辛くしてあります。だよね。どうやって最初に辛いルーを入れて、その上からこう作っていただいたカレーをかぶせました。はい、だってね、めっちゃ辛いね。辛いね。食べてみる。辛いよね。ね、どんどん来る。ちょっと食べてみる。ちょっと。みんながお会計してる間に辛いカレーを買ってきました。徐々に、最初は普通に美味しい。辛いよね。うん、辛さ20倍です。でもね、そんな20倍どんどんではないかもしれない。20倍じゃん。うん、美味しい。美味しい。あ、うん、辛い。で、どんなこれはさ、これはね、ちょっとだってね、ほんと分かんなかった、どっちか。これだって、ちょっと辛いの食べれる人だったら、食べれるうまいぐらいの辛さなんですよ。そうなの。うまかーんですよ。やだー、気まずい。え、気まずい。めっちゃだー。気まずい。でも、作ったカレーも割と辛いから、そうそうそう、割とちゃんとフィリングしてるから。そんな変わんないじゃん。え、でもね、でもね、ねだってね、肉がおかしいんだって。明らかにレトルトじゃなくて。わかりますよ。時間がなかったじゃないですか。時間がなかったんですよ。わかるんですよ。全然わかるんですよ。けど、本当に一言だけ、爪が甘え。甘え。甘えのよ。だった。爪が。だった。ごめんなさい。もう、わたわたしすぎ。やってる時、もううちら、あ、しゃべどうしよう。これ待って、ずっと知ってたのは？言ったって、あ、バレてた。なんか、人参入れたかなと思って。辛いやつじゃなくて、でもなんかやってるなってずっと。完全に知ってたのは私だけだったんですよ。あ、なるほど、なるほど。そう、タレは気づいたと思って。そう。私も気づいた。大失敗です。ごめんなさい、タレも大失敗ですね、これ。なかなかないよ、大失敗の。大失敗、ね、え、でもなんか結構地味にね、後から来るわ。気まずいもん、ここが。え、わかる。食堂が。ちょっと、食べ過ぎた、一緒の。だよね、だよね。皆さん、おはようございます。パンケーキとアボカドトーストでしょ。やばー。